はい、じゃあ今回文献紹介ということでこのレコサというモデルの文献について紹介していきます。ではこれが文献の情報です。まずアブストラクトです。マルチターンの対話生成モデルレコサというものを提案されています。このレコサは、対話文脈中から応答に関連した文脈を識別できるというのが、先行研究との違いになっています。でまたこの関連文脈の識別にはセルフアテンションを使用しています。中国語英語のデータセットで、自動評価と人手評価ともにベースラインを上回っていることを確認しました。イントロダクションです。対話文脈の中には、応答に関連した文脈というものがあります。こっちのちょっと例を見てもこっちの例の、赤い部分がその応答に関連した部分っていうものになっています。でこの、こういったものは、既存の、マルチターンの、対話生成モデルの H レッドなどでは考慮されていません。でその先行研究である、H ランというもの、H レッドにアテンションを用いたものは、アテンションによって、そういう関連したものを捉えようとしています。ただ、リカレントニューラルネットワークベースでは、そういう、例えばこっちですね、こっちの例文みたいに遠い位置にある関連文脈を捉えるのが難しいというふうに筆者らは述べています。そこで、本研究では、その遠い位置にある関連文脈もちゃんと捉えられるようにセルフアテンションというものを用いてこの問題を改善しています。先行研究ということで、マルチターンのモデルのざっくりとしたリストになります。まず H レッドは、エンコーダーデコーダーモデルを階層構造にしたモデルで、大体が、このマルチターンのモデルはこの H レッドをベースに作られています。で2番目が VH レッドと呼ばれるもので、これは H レッドに変分オートエンコーダーというものを導入して多様性を改善しているモデルになります。で次が WSEC で、こちらは H レッドにコサイン類似度というものをコサイン類似度を重みにしたアテンションを導入しているモデルになります。で次が H ランで、先ほども言ったんですけど、H レッドの階層構造になっている、エンコーダーデコーダーの各階層にアテンションを導入して関連文脈を考慮しているモデルになります。一応この H ランは、自分が、過去に文献紹介しているので、気になったらそちらを見ていただけるとありがたいです。で最後に HVMN というもので、これは、VH レッドにメモリーネットワークを導入したというもの形のモデルになります。これは、後ほど、ベースラインとしてまた出てきます。でこのレコサのモデルの説明になります。レコサは大きく分けて、3つの、部分に分かれていて、まずコンテキストレプレゼンテーションエンコーダーと呼ばれる部分で、これはやってることは対話文脈をエンコードしてセルフアテンションで重みを取得するというものになります。で次に、こちらですね、レスポンスリプレゼンテーションエンコーダーと言われるもので、こちらは、セルフアテンションでマスクされた応答の単語埋め込みと位置埋め込みというものを取得していきます。で最後にこちらが、コンテキストレスポンスアテンションデコーダーと呼ばれるもので、この2つのから得られた表現を、このアテンションに入力してあげることで応答表現を得てソフトマックス層で単語確率を取得するという形になります。コンテキストリプレゼンテーションエンコーダーについてもう少し詳しく説明します。大きく分けて、ワードレベルのエンコーダーと、コンテキストセルフアテンションの2つのモジュールにからなっています。このワードレベルエンコーダーには LSTM を使用して、単語埋め込みから文表現を獲得して、で次のセルフアテンションが位置情報というものを獲得できないので、この時に文表現に位置埋め込みというものを追加してあげます。でそれで得られた文表現を、コンテキストセルフアテンションの方に入力してあげます。でこれ、このコンテキストセルフアテンションは、遠く離れた依存関係をうまく捉えることができるというふうに言われていて、構造としては、トランスフォーマーと同じでマルチヘッドアテンションの構造を使っています。でこれによって先ほどワードレベルエンコーダーから得た文表現を使って、その対話文脈の表現を最終的に獲得するという形になります。で次にレスポンスリプレゼンテーションエンコーダーは、正解文の応答文というものをセルフアテンション、先ほどと同じようなモジュールとして形としては同じセルフアテンションマルチヘッドアテンションの構造をしたセルフアテンションに応答文を入力してあげます。
で、この時に、単語埋め込みと一部埋め込みを取得して応答表現というものを獲得してあげます。またトレーニングの応答文にはマスクをかけてあげるということをやっているそうです。また、推論のために生成された応答文を入力としてフィードバックして使ったりもするそうです。コンテキストレスポンスアテンションデコーダーは、先ほど言ったのと、説明は分かりません。先ほど得られたエンコーダーの表現をアテンションマルチヘッドアテンションに入力して、ソフトマックス等で単語の生成確率を取得して生成するという形になります。実験の説明に入ります。まずデータセットです。データセットは、2種類使っていて、まず、Ubuntu Dialogue Corpus、こちらが英語のデータセットで、Ubuntu のフォーラムから、獲得した、データセットにマルチターンのデータセットになります。もう一個が JDC データセットと言われる中国語のデータセットで、こちらは、顧客サービスの対話データになっているそうです。でベースラインは、先ほど説明した HLET、VHLET、WSEC、HLAN、HVMN に、一番こうマルチターンではないけどないんですが、シングルターンの SEC2SEC をベースラインに加えたものをベースラインとしていきます。で、評価方法が、自動評価と人で評価2種類やっていて、自動評価ではパープレキシティとブルーとディストインクトを使っています。人で評価は、レコさんの出力分とベースラインの出力分というものを、1対1で比較してあげたときに、それがレコさがベースラインに勝ってるか負けてるか引き分けかというものを、3人のデータが評価したというものでスコアを出しています。結果になります。テーブル2の方が自動評価で、テーブル3の方が人で評価の結果になります。結果としてオームネートレコサが、一番精度の高い結果を出しているという形になります、特にここは、そんなに深く説明されてないなかったです。で一応こちらが、出力分の例になります。この赤いところがその関連されていると思われる関連している文脈っていうところになっていて、そういう問い合わせみたいなものをしているので、それに、そういったものをちゃんと考慮した上で、生成をしているので、生成された文も、こうありきたりなものじゃなくて多様的になっているというのが、先ほどのディストインクトとかのスコアが上がった要因にもなっています。で次に、その関連文脈を考慮しているって言ってるんですけど、実際にどうなのかっていうのを調査しています。JDC データセットからランダムに500ペアを抽出したものに、アノテーションしていっています。その応答に関連付けられ応答に関連付けられていると思われる文脈に1、それ以外は0というものを、3名のアノテータでアノテーションしています。この時の、このアノテートした結果のカッパ値は 0.514 なので、一貫性のあるデータになっているというふうに筆者らは述べています。評価はプレシジョンとリコールと F 値の、1、1、3、5、10のやつでそれぞれスコアを出しています。でこれが、結果にその分析した結果になります。おおむねレコさんの方が精度が高いんですが、プレシジョンリコール F 値ともに、あと1の時に WSEC が最高精度を出しています。その理由として、関連文脈と応答文というものが、類似度、コサイン類似度が高いものが多いためというふうに筆者らは述べていて、その WSEC はコサイン類似度というものを、考慮しているので、それによってこの、アット1のスコアが一番高くなっているんじゃないかというふうに筆者らは述べていました。また逆にその WSEC はそういう類似しているものを持ってくることに関しては強いんですけど、文章的に明示的に類似していない文というものは、関連していないというふうに捉えるので、そういった意味で、レコさんの方が、3から10までのスコアが高くなっているので、こちらの方がより関連文脈を考慮しているというふうに筆者らは述べています。コンクルージョンです。マルチターンの対話生成モデルレコさを提案しました。で、このレコさは対話文脈から応答に関連した文脈を識別可能となっています。でその特徴としてセルフアテンションを使って遠く離れた依存関係を捉えることができます。
実験によって、まあ自動評価、人手評価ともにベースラインを上回る精度を出していました。また分析によって関連文脈の識別というものが、まあ人間の判断と近いということが分かりました。またこれ一連の実験を通して、まあ、こういう関連文脈の識別というものは対話生成の品質改善に有効であるということも明らかになりました。以上で発表を終わりにします。